はい、どうもタンタンです。久々にこのカマカのテナーのヴィンテージですね、入ってまいりました。多分80年前後ぐらいのモデルだと思うんですけども、ホワイトラベルのテナーサイズとなっております。なかなか状態も綺麗な感じですね。ところどころこの辺とかはね、いくつか傷をねタッチアップしたようなところとかはあったりするんですけれども、このボディエンドとかもねありますが、そんなに大きなダメージっていうほどのものはなくて、まあまあ年代からすればそれなりに良い状態かなというところですね。で、まあ、ペグはこのシャーラーのこのタイプがついております。なんですね、この頃なのでネックも指板もブリッジも全てオールコアの、タイプとなっております。結構指板なんかを見ると、この辺なんかね結構指板面、黒ずんできてたりもするので、かなり使ってきた一本なんじゃないかなと思います。音の方もすごくしっかりとなりますね。この辺の音もすごくしっかりと出るので、まあテナーでねスケールがあるっていうのもありますけれども、しっかりと箱が鳴ってるくれる感じがして、こうボリューム感もあって非常に鳴りのいい音ですね。オールコアっていうのもあるのか、音がこうテナーで言うとこう重厚な感じにはなりすぎないで、しっかりとした音なんだけど軽やかに軽い感じもある。木目の感じはねこういった感じで結構色は濃い雰囲気なんですが、そんなにこういわゆるカーリーっていう感じではないんですけれども、全体非常に綺麗な雰囲気かなというところですね、はい。なかなかこのホワイトラベルキーぐらいのだと、まあ、ソプラノは非常にうまいよくちょこちょこ出てくる。で、まあ、コンサートもまあたまにやるっていう感じなんですけど、テナーは本当に出てくる数が少ないと思うので、この辺は久々にチャンスの一本じゃないかなと思います、はい。ということでこちらカマカの、ヴィンテージのテナーのオールコアのテナーウクレレですね、今の HF3 になりますか、はい。こちらのテナーサイズオールコアモデル、なかなか状態の良い一本ですので、こちらぜひお早めにご検討ご連絡いただければと思います。それではタンタンでした。